猫はイノシシの骨を食べるのか完結編。漁師さんにいただいたイノシシのあばら骨を猫たちに食べさせるために3日間かけて24時間以上煮込んだ結果、濃厚スープ爆誕、粗熱が取れたらザルでこします。美味しそうな予感。骨に残った身はふりかけにしました。早速うちの猫に食べてもらいます。すぐに寄ってきました。しっかり匂いを嗅いでいます。スープをじっと見つめるココス。おっと、なんと一口も食べてくれませんでした。